まあ、今季5試合しかない複数得点が直近の2試合に来ていると、うん、続けたいですよね。そうですね、はい、やっぱマテウス・サビオにどれだけボールをいい形で渡せるか、はい、そこがすごく。さあ FC 東京は右の白井で起点を作ります。今だ、安西が追いついた、うん、ディエゴ・オリベイラ、シンプルな形なんですけど、まあ、サイドバックが大外取って内側に取った安西、そこからのクロスも完璧なヘッドですよね、うん、いいボールでしたね、まあ、これはやっぱりもうディエゴ・オリベイラなら外さないですよね。完全にゴール前フリーで入ってきました。いや、打点も高いですし、今のシーンに限らず林さん、タラズミダはあのもらうとですね、はい、仕掛ける意欲いつも満々です。ですね、やっぱ見ていてワクワクする選手ですよね。はい、マテウス・サビオ、シュートも含めて切り返しておいて寄ってきた細谷、前に走ったディエゴを使った、ディエゴを打った14分柏レイソル。もうこのパスもすごいですけど、ここよくニアね、確かにぶち抜きましたね。これやっぱりレイソルの形なんですよね、442のところから少し4222みたいな形で少しボックス型になって、マテウス・サビオが2ライン間で受ける、そこに対してそのスペースに対してジェゴ上がってきた、でいいスルーパス、いいトラップ、いいシュート、こちらのかけた、早めに左足高みで、スーパー、ミスを逃しませんでした柏レイソル。中盤3列目から高みで痛烈な左足ミドルショット、中川に、うわー、すごいとこだな、すごい、キックがやっぱり自信あるんでしょうね。少し徳本が直接狙った、右の上を狙ってきました徳本、まだですね、徳本外側を狙った、強い、 FC 東京同点のヘッダー、新加入の岡、見事なヘディングでした。強かったですね、流れが関係ないですし、プレスキックも徳本素晴らしかったですね。ここよく岡叩きつけましたよね。島村が真ん中で受ける、真ん中で差し込んだ、こぼれを拾って熊沢の浮き球、どうか、こぼれ球来た、トシマ、ここのね、もう熊沢のアイデアも良かったですよね、はい、少しこうラフなふんわりとしたボールを入れることによって、はい、で片山がね、よく触りましたよね、これですね、はい、ここで試合終了の笛が鳴りました。豊島の決勝ゴール94分、柏レイソル追いつかれましたが突き放しての勝利。